こっちがみんなおめでとう、皆さんおめでとうございますっていう気持ち、すごく。本当は、今日が埼玉国際芸術祭の開幕をしていたら最終日、この最終日5月17日に合わせて一郎さんは予定ではここの会場で展示をしていただいてて、でその北で100回目が、フィナーレと一緒に迎えるはずだったところが、コロナの状況でなって、すみません紹介が遅れたんですけど、私は埼玉国際芸術祭の、市民プロジェクトを担当している浅見といいます。今回一郎さんに埼玉に来ていただいて、はい、いろいろと、やらせていただきました。はい、で10個ここで質問を考えてそれを話してもらうっていうのをずっとこうやりたくて一郎さんにお願いをしていたので、ちょっとお疲れで短い時間で少しお話できたらなと思ってます。はい、一の鳥まで戻んなきゃならないしね。そうですね、戻って終わりだから。はい、じゃあちょっと休憩がてらっていう感じでお付き合いいただければと思います。はい、でこうやっぱり3密を避けつつ、やりたいというはい、椅子を用意してスタートいただいて、じゃあ、早速なんですけど100回を超えて今の気持ちを率直に教えてください。早速何も出ない何も出ないなぁいきなりもう基本だよね、この質問ね。はい、そうだと思います。じゃあ、いやちょっと飛ばしで、はい、飛ばしでこれ、はい、もう全然パスありでいきます。じゃ あ皆さんも最後に質問タイム取るので考えておいてください。じゃあ問いになんですけど、なぜ100回できましたか。なんで100回できたんですか。なんで100回できたか、すごいシンプルな質問だよね。どんだけ頭がパーでも答えられるならそれぐらいはって感じの質問だね。なんで100回できたか、やめなかったから、ね、でもやめなかったから、ね、なんでできたかでしょ、はい、それやめなかったからだよね、はい、多分ね。いやね、やったからだけど、やったからっていうよりは、はい、なんかやめなかった、やめなかったからだなっていう感じがするな、はいはい、なんかやったから、じゃあそうだな、まあ、やったからでも間違ってないけど、やったからでももういいか、やったから100回行ったんだろうな、100回やったから100回、でやめなかったから、うん、いや100回やったんだな、やめなかったな、やめなかった。やったっていう、なんか自分より前に矢印がやったっていうこういう風に出てる感じじゃなくて、なんか後ろから矢印が俺の方に前にこう出てる感じ、あ、前俺のこう、俺がこう北斗をやってる時に前に矢印がやったからやったやったっていう風に前に矢印が出てるんじゃなくて、俺の後ろから矢印が俺のケツにこう向いてる感じだから、やめなかったから、
読めなかったやったから、じゃあ、3問目いきます。はい、はい、その、なんで埼玉でトップ練習しようと思ったの。それはきっかけは、あさみさんが呼んでくれたこの芸術祭のだけど、きっかけ、まあ、いろんな、これまでにいろんな制作があったその中でも、トップをしようと思った。まあ、9月かそんくらいに来た時にもう決めちゃったから、もうそれは一発下見に来た時にもうここの参道で、あ、ここでピーンとトップ前進ってのになって、だけど100回だったんだよな、やっぱ。でその時にコロナがこうなるかどうかなんてのは全然知らんわけだけど、だけどこの時期にここで100回それをやるっていうのはもう9月の時点で分かったんだよ。だからそう思ったというか、俺が思ったんじゃないで、なんか分かった、うん、ここでやるの、そう分かった僕ら、そう分かったの。じゃあ4問目、はい、この100回の中で印象に残っていること、一応さん、なんかありますか。いっぱいあると思います。ああ、いっぱいありますよ。わあ、全部面白いことだらけだからね。うん、いやあ、普段何これ喋ってるかな。何言ってるっけ。いろんなことを。もちろんその人物、ブルドッグおばさんにしても、あ、ブルドッグおばさん今日来たね、最高だったね、ブルドッグおばさん、ブルドッグおばさんすごかったでしょ。ブルドッグおばさんがすごいここの辺の有名人で、もうあのずっと前からいて、もうこの参道を守ってる主なんだけど、もう年寄り子供構わずどんどん罵声を浴びせていって、ここを汚さないとっていう主なんだけど、でもずっとブルドッグおばさんは俺の地面の張ってる俺のことはなぜか見えてなくて、いつも素通りだったの。本当に何言われるんだろうって思いきや、俺のことはいつも素通りで、今日は立ってる人がたくさんいたからいつも通り罵声だったけど、だけどそれも変わっていって、後半90何回の時にある日またすれ違う側にすれ違ってた時に、やっぱりすれ違う時は何も言わないんだけど、振り向きざまに神かって俺に言ってって、なんかそれもびっくりしたし、あ、まあいろんな登場人物がすごくて、あ、まあキリがないんだけど、印象に残ってる登場人物はコロナおじさんっていうおじさんがいて、まあそれも全部俺が名前つけてるんだけど、コロナおじさんはね、初め俺が張ってる時にチャリでこう通り過ぎざまに、おいコロナいるぞそこって上からバーって言ってって、でも俺を恐怖のどん底に陥れるっていうね。でそれがね、今度はね、そこウイルスいるぞってまた後日になったけどね、まあ、上からで俺振り返ると後ろ姿だけさーって行っちゃうんだよね、自転車で。あれはもう本当恐怖だったな。コロナおじさんの前半のコロナおじさんの恐怖はもうね、もう俺になんか唯一断念の二文字を頭に思い浮かばらせるコロナおじさんだった。それがだんだん今度素通りしていく時に、あいこんにちはみたいな、あいこんにちは今挨拶だったよな、今コロナおじさんだよな、挨拶だったよな。で今度また後日、おい頑張って今のコロナおじさんだよな、間違いありません、ね、
頑張ってだったね。頑張って、いやもうこういうのが本当にね、いやコロナいるぞもう面白いんだけど、全部感動なんだけど、こういうのがやっぱ変わっていく感じとか。でコロナおじさんはもう今は普通に、普段もう普通に挨拶するっていう感じの、もうお互いいて当たり前ぐらいの感じ、まあ、そういう変化は、まあ、何が印象っすかって印象いっぱいあるけど、そういう変化はやっぱ凄まじいものがあるな。人間だけじゃなくて犬とかさ、この季節だったりもそうだしさ、で100回やっぱズルズルやってればさ、やっぱりこのコップをやってるっていうその状態もさ、そのやってるっていうコップのやつがいるんだっていう状態もどんどん変わっていってさ、だんだん、ああもう今日もいるわぐらいの、そんなにすっごく、まあ、みんな、まあ、びっくりはすると思うけど、なんか初めの頃の危機迫るみたいな雰囲気ではどんどんなくなっていったりとか、俺普段印象 何喋ってるっけ。エリカさん何かあります？俺よく 何言ってる。あとはあのうんこの話、あいつもよく聞くの、うんこと、うん、あうんこのことはよく喋ってるね、はい、あの犬のうんこ地雷源がやっぱところどころに各所にあって、あれは本当地雷ですよ、あれは恐怖。あの一回ね、いやでもね、もうどこにどのシミがあるっていうのはもうここの参道のうんこナビみたいなのはもう全部頭の中に相当精度の高いねうんこナビが入ってて、もうで新しいその地雷が落とされて、産み落とされてるところはもうすぐインプットするし、だけどね、一回なんか多分ね、何かでちょっと気が動転してアタッタしてて、こう、だいたい50センチ、70センチぐらい前にはもう気づいて回避するんだけど、一回ね、こう、僕こういった、だいたいこういったところのこの辺で気づいてて、絶対その、地雷で爆発することはないんだけど、一回油断してる時にこういった、ここにね、来ちゃった時があって、ここに来た時はね、これはもうこれは恐怖ですよ本当に。これはそうだな、めちゃくちゃ印象に残ってるんですね。いやもうほらわざわざ犬の子ここで抱くことないでしょ普段さ、だから想像できないと思うけど、ここに抱いてみてよ、ここにこう来た時の、これずっと言った、ここのここにあるよ、俺の。もうすでにもう抱いてるわけよ、うんこ。ここにこう、こう来た時のここの時の、ここの、もうね、印象は凄まじいものがある。これはもうね、トラウマ化してね、ここの、そこのね、エリアはね、もうそのうんこが、もうだいぶね、浄化されて、もうほとんど見えなくなってから、もうそこだけは、こう、なんかね、避けていかないと、もう通れないぐらいね、トラウマ化してたね。うんこ抱いた。強烈です。強烈な印象でしたね、あれは。いや、5年目だし、こう、いろいろ変化を感じつつ、なんかこう、オプション医師の中でこう、まあ、なんか手応えとか、これは大きい変化だな、みたいな。感じた時期、いつぐらい、いろんな段階があった手応え、うん、まあその都度いろんな手応えってのは、はっきり言うと日々あるんだけど、80回目ぐらいの時に、もう、なんていうか、80回目ぐらいの時に、一回、自分の中では、すごいもう満足した。ここで、500度参り、
を僕でやった回があった、やった意味があったっていうのは80回ぐらいでもう1回ね満足感があったんです。だからもう明日から、まあ明日からまあ100回までそれはもちろんやろうとするけども、明日から全然歩いてやっても全然いいなっていう思ってたぐらい、80回で1回すごいもう十二分だっていう実感が、手応えがあった。まあ、それは、まあここの、まあそれを感じたのは、まあやっぱりその参道の雰囲気が。単純に俺を見る目が、視線が、もう単純に言うと鋭くなくなってきたというか、奇抜なものを見る視線の鋭さではなくなったというか、ある種北方を見えてなかった人たちが見え始めたなっていう、もう体感と実感がもう間違いなくあったんで、80回の時に1回満足したっていうのは、その手応えは本当はっきりしてる。いろんな時期でいろんな手応えがあるんだけど、それはすごく印象に残ってる手応えで、で97回の一昨日に、一昨日だね、3日前、14日、5月14日の97回の時に、ほぼほぼ、ほぼほぼっていうか、達成したってはっきり思いました、手応えは。もちろんその後の、昨日、一昨日、昨日、今日っていう、日はすごく静かにゆっくり大事にやったんだけど、97回、5月14日の97回でもうはっきりと変わったっていう、それは本当はっきりと変わった。そういう手応えがありますね。ただ間違いない、これ見せられないし証明できないけど間違いない。ちょっと似た質問かもしれないんですけど、山場の時期と、まあ、声方みたいなのが山場結構どうですか。山場はもうね、いっぱいだったと思う。山場はね、もうまず初日の時点でもう死ぬかと思ってたからまずね、もう初日にやって9時間かかったでしょ。これ今日今スーッと早かったでしょ。早く行ったじゃん。初日これが9時間かかってて、まあこの早くなったっていうのもまさか自分でもこんなに早くなると思わなかったけど、信じられないぐらい早くなったけど、初日ね9時間かかって、でまた9時間かかってもう全然体動かないのに次の日もあるわけじゃない。なんかね、やっぱね、あの時はね、単純にね、できるできないとかじゃなくて、俺なんか勘違いしたなと思ったんだよね。これは、いい悪いとかできるとかじゃないんだよ、これ。できないとかじゃないんだよ。これ勘違いだからっていう。ほら、本当に人間こうやっても飛べないみたいに、100回バタバタやっても飛べないと同じように、これ100回やるバタバタやるなら飛べると思って100回やるのってさ、勘違いだよ、これ。それと同じような、さ、レベルよ。これは勘違いだって言うの。だって勘違いだよ。100だぜ。だって初日そうなのにさ、初日はそうなのにさ、あと100って。できないとかさ、やめようとか嫌だとかじゃない。これは勘違いだ。
この体として勘違いっていうさ、まずすごい山なんだよね。もう2日でなんかよくわかんないけど、まあ、よくわかんないけど、もうあんま考えなかったんだよ多分な。で全然朝なんて起きれなかったんだけど、起きれなかったけど、いやもうわかんないな、起きれなかったけど、なんで起きて行ったんだろうな。何だろうな、いや2日目だって起きれなかった、3日目だって起きれなかった。だって宿舎の階段だって登れないんだからさ、なんでだろうな、なんで行ったんだろうな。まあやめなかったんだな、だってな。もう一発目のその初めの1週間とかは、まあ、いや初日2日目3日目はもうなんかもう意味わかんなかったから。でもやっぱ4日目5日目ぐらいからちょっと慣れてきたんだよね多分。で1週間やった時に初めの1つ目の山を越えた感じがなんとなくしてて、でその後はまあ地道にやめずに、とにかくやめずにやっていて、でいや初め一人でやってたからな、マジで。ちょっと今カートで、生徒のエリカがずっとこう押して、ね、後ろから取りながら来てくれてるけど、あのカゴをカートのせいでカゴを、ね、自分で持ち歩いてて、で前は今みたいに一つのスパンをこんな長く一気に行けなかったから、だいたい 100m に1回ぐらい休憩して、それで 100m 行ってカゴをあの横っちょの道端に置いて、で 100m 遠く行って、で今度そのカゴを取りに歩いて戻ってきて、でカゴを持ってまた通勤のところに歩いて行って、そこからやったりとか、なんかもう何往復もしてたんだよなって。30回目ぐらいの時になんか一回また山があった気がするんです。あと60回目ぐらいの時に一回また大きな山が、これは60回でこの60回目でもこんなきつい山があるかみたいな山があって、なんかね体的に一番この動くなっていうふうに思ってたのは、なんとなく50回目台ぐらいが一番動いてた気がする。60回台はすごく山できつくて、で70回台は60回台に山を越えたから、70回台はもう堅実に、静かに堅実に進もうみたいな回で、80回台からやたら熱くなって、これきつくなっちゃって、いやもう初日の山はもう、もう越え方、その越え方はやっぱりやめない、やめない、だからその勘違いが、あ勘違いじゃないなみたいになったのと、さっき言ってた、なんかこう実感したなっていうのは結構一致するんです。あその通り、その通り、うん、勘違いじゃねえみたいな。97回の時に、97回の5月14日の変わった日に、勘違いじゃなかったってあの勘違いがやめずに来たら勘違いじゃなかったっていうのは、本当にはっきりとそう変わった、分かって変わった、もうこれは俺が変わっただけじゃなくて全部が変わったんだけど、まあ何言ってるかって感じなんだけど、本当俺だけじゃないよ、全部が変わったのよ5月14日。それで全部あの勘違いも変わった、勘違いじゃなくなった、勘違いじゃなかった。じゃあ7問目なんだ。はい、まあちょっとこれね、あのあれなんですけど、まあ話せる範囲で、今の状況どういう感じですか。状況、まあこうコロナとか、あやっぱりこう避け、あの感じずにはいられないというか、避けては通れないというか、この状況で、まあ北方やってるとか、自分自身
そう、あのこのホップとコロナをあえて関連付けて関連付けるようなのはずっとしてこなかったし、あのする気はあまりないんだけど、やっぱ、うん、リンクはすごいしてます、うん、すごいしてる。で、まあ、さっきから言ってる97回目の5月14日に変わったので、そこからだんだん下火になっていくと思う。この変わったっていうのはどう変わったかっていうと、もう熱がどんどん火がどんどん強くなっていく、そういうのに変わっているから、コロナはどんどん、まあ一つの側面に過ぎないんだけど、コロナはコロナでウイルスは下火に少しずつなっていくと思う。でこの時期に、まあ、2月の初めにやり始めた頃は、まあ騒がれ始めた頃で、まあ、そんなもん騒いでなかったかもしれない。ちょっと出始めたみたいな感じで、クルーズ船でまだちょっとワイワイしてるぐらいのところで、その外ではあんまりだったの。それで一気に爆発してきて、で緊急事態になって、で緊急事態が解除され始めてっていう、まあその時期に9月にここでやるって分かったっていうのは、なんで自分がそう思った分かったかっていうのは、自分が思ったわけじゃないわけだけど、何かでそう分かったわけだけど、それはこの、でこの時にこれをやめずにやるっていうのは、やっぱりものすごいリンクがそこにあったんだろうなっていう。今分かったんじゃなくて、やったからなわけじゃなくて、そうだからやってた。だけどあくまでそのウイルスは側面に過ぎなくて、この状況、コロナの状況ってのは本当側面に過ぎない。その変わったっていうのはもっとすごいバカでかい意味の変わったの、変わったで。すごい印象深かった言葉に、なんかこう主体的なの、主体的なやつとそうじゃないので、うん、だいぶばっきり分かれるみたいなお話です。まあそうだね、今回のコロナウイルスは、あのおのずと嫌顔もなく、あの生きるということと生きさせられるっていうのにはっきりと、物事や人だったりも分けていて、まあ、すごいそれで分かりやすくなってしまうんだけれども、生きると生きさせられる、生きるというのは主導で生きる方、生きさせられるっていうのは受動で生きる方で、もちろん生きるのは自分だから、主導で生きるに、いるのは普通なんだけど、自然なんだけれども、その生きるっていう熱の方にガラッと変わっていったっていうこと、それの生きさせられると生きるっていう、その世界がガッと、コロナウイルスは分かりやすく、分けたなっていう、まあ、そんな風には思ってます。とはいえ側面に過ぎない。8問目お願いします。はい、いよいよこれからやりたいこと、なんか何ですか。これからやりたいこと、これからやりたいことはやっぱり葉っぱだな。いや、トップ前進でこのもう人間の体で、別に人間としてじゃないよ、あくまで人間の体での活動はこの北前進で活動も、だからやっぱ本来の姿というか、いや本当はカッパがゆるく楽しく
せていくっていう方がよっぽどふさわしいんだけど、まあ、今回はそういう状況だったもんだったんだろうな。葉っぱで茶屋をやるよりは、人間と同じ人間の姿でやるっていうことの方が重要だったようだっていう、なんか一言みたいな言い方だけど、でまあホック前進も今年は、今回は今年はもうやんないかもしれないけど、まあ、来年また来年のホックシリーズはやろうと思ってて、次はね、まあ、決定じゃないけど、これは俺が思ってるんだけど、まあ、まだ分かんないけど、なんか僕の名人が東京から実家に帰ってみようかな。実家御殿場なんだけど、なんかふるさと故郷、なんか親がまあ親がいる実家の東京から北部で故郷に帰る、それをやってみようかなって。次はもう大体東京から御殿場まで100キロぐらいだから、まあ、今回200キロ近くやった勘違いでしょ、これ多くできました、うん、勘違いなんだよ。だから100キロって何かしら行けるってことがもう分かってるから、勘違いじゃない、勘違いじゃないって、もう勘違いじゃないって変えたかった。うん、だからなんか18で東京、18で家出てきたけど、まあなんかちゃんと東京から御殿場まで帰ってみようかな、ただいまっていう面白いですね、面白いなと思って、僕でただいまやばいな、これは面白いな、うん、父ちゃんと母ちゃんがバッと家の前まで来たらね、うん、で家の外に出ててほしいよね、せめてね、うん、いや恥ずかしがって出てこないと思うんだけどな。ちょろっと9問目も率直な疑問であれなんですけど、はい、一応さっきも結構リンクして話してたんですけど、今回なぜカッパ師匠ではなくて遠藤一郎で制作したのかっていうのをちょっと用意してて、まあ、今回はちょっと特別でしたね、特別、まあ、今もう人間から人間から何か依頼されるものとか、人間と何かやるものは全部カッパーでほとんどやってるから、人間から依頼されるものはもう全部カッパーでやるんだけど、今回の500のマイリーは、人間が戦わなければならなかった、うん、カッパに、本来の本質的なカッパに任せてはいけなかった、人間が、いや本当そうだな、人間が戦わなければならなかったことだった、だから人間でやった、うんうん、ちょっと今の最初の質問の話で、依頼主が人間なものは全部カッパで受けるっていうことで、ちょっとドキッとした俺人間じゃないなかったの、俺自身、いや今回は特別ですね、はい、
いやだから本当はカッパ市場もやるつもりだったけどね、ここでね。いや、はい、でまあ、そう今回は芸術祭、まあ今凍結中というか、うん、まあ無期延期状態でいつやっぱ再開するかわからない状況で、うん、まあ、今回石尾さんがもうね、3月の14日からだったんですけど28日からの延期になって、でもう無期延期っていうのが決まって、まあ、ほとんどもう何も動いてない状況でこういった動きで今日ラストの日っていう、まあまあ、再開してまたこう動き出す時に、まあ、楽しみにしている人たちとか、なんか気持ちをちょっと一言いただければ。まあ、でも再開したらそれは、まあ、今回もそうだけど、まあ、できる、それはもちろん再開してそこに関わることになるんだったら、それはできる限り、自分のできる限りやらせていただきますって思ってる、まあ、できる限りそれはもちろんやります。ただもし。改めて芸術祭っていうような、芸術祭、この芸術を みんなでいろんなものを集めて、いろんな芸術祭のようにワイワイするところに改めて何の強度もないなっていうふうにやっぱ思ったんです。もし再開する、再開した暁には埼玉国際芸術祭の、もうこれもう俺を埼玉国際芸術祭のもう顔として、もうドメインの顔として再開しないんだったら一体何してたんだってこの自粛してる間お前ら何してたんだってまあいいんだけどね、別に、うん、別に改めてますます芸術祭なんかどうでもいいなってことがよく分かったし、もともと芸術祭に思い出と興味がこちら側からすごいあって思うではなくて、もちろんそこのところで社会的にアーティストっていうものをいただいて、でもちろんそこではできる限りやらせていただく、でもちろんできる限りやらせていただいてすごく感謝して、感謝で、まあ、たまんないわけだけど、もし芸術祭間違いなく今のこれを100回やった頃は芸術祭ではないでしょ。もしこれを芸術祭で繋いでいく側面があるとするならば、もうこれをもう顔にしてもらわないと顔にこれをできない埼玉芸術祭だってありえんのかって芸術祭ならねまあこんな風に思ってますけど、でももちろんできる限りやらせていただきます。多分カッパですね、次は。カッパも怖いよ。
できる限りやるカッパってめちゃめちゃ怖いよ。やるからね。じゃあね、再会がいつになるかはまだ未定ですけど、うん、まあ、その時を楽しみにまた集まれたら、はい、嬉しいなと。なんか最後に皆さんから何かこれを聞いておきたいとか何かあれば、2、3問、もう結構いい時間になっちゃったので、うん、はい、どなたかありますか。いやでもやっぱやればできるな、信じらんないな。結構出尽くした感じかな。大丈夫ですか。じゃあ一番最初のこのこれ、あパスパス。見上げてくるもん。やっぱ最後、いやでも鳥居くぐった瞬間はさ、いや鳥居くぐって、なんかここの参道を行ってる間にやっぱなんか初めのきっかけでここでやろうって発想したのも、なんか本当に俺が思ったわけじゃないんだけどなとかってなんとなく一言みたいに思ってて、まあ俺がやるんだけど、俺が思って俺が決めてるわけじゃないんだけどな、なんでこれ俺がやるんだろうなってのもどっかでいつもはありつつ、でもしょうがないの発想しちゃったわけだからな。でも何発想なんてのは何かどのかで起こった揺らぎが俺に届いて俺が発想してるみたいなさ、俺が発想してるわけじゃないんだよそれって。俺が考えてるわけじゃなくてさ、俺の直感じゃなくてさ、誰かの何かのさ直感がさで、俺のこの地上にいる俺がさやることになってるわけだけどさ、ここの最後ここの参道をやりながらさ、やっぱり全然違う何かみたいな気分にはやっぱなったね、すごく。あの後半特になんか、体じゃないようなさ、それはホック100回やってていろんな局面で結構、あこれ自分じゃないみたいだなっていうさ、自分の体かみたいな時は案外よくあるんだけど、地面張ってるとね、振動がすごいからさ、地面からのさ、まあいろんなものからのね、あれが歯がすごいから、でこっちからのその歯を自分が変換してバッと出してる、出し続けて100日なんだけど、やっぱ最後のラストの時は全然自分の動かしてる体、自分の体だけども自分で動かしてる自分の意思のものではない感じがすごいあって、取りくぐった瞬間はね、本当に何のなんかね、いややっぱすごい泣けた。だけどね、別に感謝してるわけでもなくて、だから何のためとか誰のためとかなんかありがとうとか全然そんな気持ちなくて、何のためでもない、もう何の誰の何のためでもない、ただ泣けるっていう、ただなんか溢れる、なんかただ満ちるっていう、なんかそんなので泣きたいなっていうのが、そんなので泣きたいななんていうのはただのエゴなんだけど、そんなのに出会いたいっていうふうに、うん、ただそういうのにすごくそれに出会えた感じがするな。100回終えた、まあ、まだ1の鳥居まで行って1の鳥居で終わりなんだけど、匍匐前進、あそこの鳥居くぐった時は本当に何のためでもない、誰のためでもない、自分のためでもない、自分一人のためだったら
こんなこと100回もやんないから、もっと楽なことするから一人のために、自分のためだけにこんなことやるわけないんだよな、うん、だって損だもん、うん、だって人これだけ、一人ってこれだけだからさそのためにこれってさ、全然割が合わないいやだから本当にそこからずっと出し続けてた振動揺らぎっていうのは本当にたくさんのところに多分届いていて、はじめ不服前進やってるのをパッとそれを見えてる人っていうのは 1% にも満たなかった、 1% もいなかったと思うんだけど、やっぱりそれがいや 1% から 20%、30% 見えるようになってるっていうのが80回目のもう12分だっていう時で、で97回で変わったっていうのがはっきりあって、いやでも今日くぐっとりくぐった時は本当なんの本当にただ満ちる、ただ溢れる、だから気持ちじゃない気持ちじゃないよ、気持ちや感情やそういうものじゃないっぽい、ただ溢れ、ただ満ち、それがドバーンと溢れてダッバーンと、そういう感じ。で、俺だけじゃないから、いやむしろこっちがおめでとうっていう、うん、おめでとうございます、本当おめでとうっていう感じです。うん、おめでとう、言葉は難しいから、本当はもっと違う言い方あるかもしれないけど、ちょっと今見つけられる言葉はおめでとうかもしれない。エリカさんはじめ本当に未来日の生徒さん本当にありがとうございました。本当にいつも支えていただいてありがとうございます。本当に支えるよ、難しい状況だったと思います。いやー、うん、まあすごかった、うん、すごかったよ、うん、あと今日本当に来てくれた皆さんも本当にありがとうございます。もう、はい、言えないことだらけだんだんまた共有できるとですね。じゃあ一郎さん本当に改めて今日はありがとうございました。傘の上でますますおめでとうございますの人、あの人って死んじゃってからあれやる、あれなくなったじゃん、あれやっぱ世の中にあった方がいいよな、あれ世の中にあった方がいいと思って、カッパでそれやろうと思って、もう、ね、これからやりたいことそれ、それ練習しようと思って、ありがとうございました。じゃあ一問取りまして、一回ここで写真撮ります。写真撮る。あ、いいよ。写真これで写真。3密避けて写真。すげえ範囲広い。一の鳥居まで行くけど、もう適当にわらわら大宮駅行くなりなんなり適当に。一の鳥居に行く途中に熊谷コーヒーで一杯やってきます。それがいつものルーティーンで。じゃあですね、今伊豆の範囲、そこの柱から、今相田さんがいるあたりまででカメラ入りますので、映れる方はこちら側向いていただいて、そのまま記念写真撮ります。はい。あ、そうですね。1ぐらい離れて、はい、お願いします。
あ、ありがとうございます。じゃあ、ある程度こう距離を保ちつつ、はい、できたらそのレンガのあたりに行っていただけると、はい、下がレンガのところを見ていただけると、はい、レンガが最前線でお願いします。はい、じゃあ1枚撮ります。はい、3、2、1、もう1枚。はい、3、2、1。入れる人入りましょう。これオートになってるんですか？赤押ししてピントが合えば大丈夫です。はい、もう一枚撮ります。はい、何枚か撮っていいですか？何枚か撮ってください。撮ります。はい、あ、今チェックだけ。ありがとうございます。はい、自信がない。はい、この大丈夫です、はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。じゃあここ片付けて追っかけます。そのままどこか重ねていただけるとありがたいです。のんびり歩いて、ここに重ねていっぱい飲んでます。それで重ならないですか？一人で大丈夫です。ありがとう。お疲れ様です。普通にちょっと食べてたんで。あ、はい、浅草も行っちゃう。片付けてから行きます。はい、どうしたらこれ、はい、これ赤飯は一応ちゃんと食べて。ありがとうございます。また授業で、未来日の授業で上がってくるんですよ。あ、そう。多分6月に1回来ると思うので、その時にまた連絡します。ラストコースね、今回難しいですよね。まあでもちょっとどっかで、ちょっと今考えてます。はい、考えたら宣伝ください。わかりました。また、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。未来日のみんなでちょっと撮らせてもらって。よかったら。一郎さんの未来日、未来日組み立て。